大南町、アスナの池月酒造の末だと思います。池月っていうのはあの馬の名前なんですけど、その池月っていう馬がの牛馬市っていうのがそこのうちの隣の鴨神社っていうところで開かれてて、そこであの一頭有名な馬がいて飼われたのが池月っていう。でその池月はあその後源頼朝のあの相馬となって、あの宇治川の合戦で活躍した馬なんですけど、まあ、その活躍したの馬 の, あの名前を取って池月としてます。僕はあの末っ子の長男なんで、まあ、生まれた時点でこの蔵を継ぐことはもう決まってたんですけど、まあ、本当それが嫌で最初は反発してたんですけど、一緒に先代の方とか一緒にやってたら楽しくなって、あとはもう任されたっていう感じで今があります。当時になったのは実質去年からで、酒造りを始めて9年ですね。まあ、9年ですけど30年間ここにいるんで、もうずっとみんなと一緒にやってたんで、あの、まあ、生まれながら酒作ってるようなものなんでうち の, あの使ってるお米は全部あの契約栽培で農家さんちゃんと直接取引させてもらって買わせてもらってるんですけど、まあ、こうやってこのご時世なんで、まあ、ちょっとでも地域活性化になるように農家の方の、まあ、潤いになるように契約で作ってもらって、それをもう買い取るようにしてます。で坂錦っていうのは、まあ、島根県のお米なので、まあ、島根県でしか手に入らないので、まあ、それを重点的にこの地域で作ってもらうようにしてます。その酒米っていうのはコシヒカリとか花越前とか半米より背丈が高いので、あの台風とか来たら倒壊してダメになることもありますし、本当に手間のかかることなんですけど、それをまあ無理してあの農家さんにお願いして作ってもらってるのもこだわりです。水はあのこの中国産地が自然にろ過してくれた天然の湧き水を全部、うちは蛇口ひねったら全部その水が出るので、まあ、それを使うようにしてます。やっぱりあの一升瓶の中のあの瓶の中の9割から8割は水なので、水が全て大事なので、まあ、水の良し悪しでお酒の味も変わってくる。まあ、昔ながらの、 あの 手作り手でやる絞り方なんですけど、まあ、最近はあの本当1日あればお酒を絞ることができるんですけど、このやり方だと大体3日間ぐらいかってゆっくり絞っていくやり方なので、まあ、手作りにこだわってるので、あのお米の甘みっていうのがあの十分出てくるので、まあ、味のあるお酒になるのが特徴です。まあ、原点復帰って言いますか、昔は全部その木元作りだったので、まあ、昔のやり方もちょっと本校自身じゃないですけど、まあ、やって知るのもいい機会だなと思って挑戦する形です。まあ、もう20年ぐらい前からやっぱりその地域その地域にこの郷土料理との味の兼ね合いがあるので、まあ東京だったら結構刺身とかも出てくるだろうし、ところはもうすっきり系のお酒で、逆にこの地元はもう刺身なんて出てこないので、まあ、醤油系の料理が多いので、それに負けないために甘くしますけど、まあ、そういう地域地域によって作るお酒も変えてます。まあ、みんなに愛されるお酒、大南町で言えば池月と言われるようなあのお酒を目指していきたいと思います。地元に根付いた。Just you and I Just you and I.